are ready to go! Boy, have we been waiting for a long time for this 2021 season underway! ということで、どうやら AFL が開幕したみたいなので、そうです、そうです、はい、ラウンド1オープンしましたオープンしましたね、はい、AFL のウォッチャーやりたいと思います。こちら AFL の試合ラウンド前にごとに振り返るということで、はい、2人でお届けいたします。編集間に合えばこちらも W と同じく水曜日にアップしますので、ぜひチャンネル登録していただきお楽しみください、はい。まあ、開幕戦始まったんですけれども、何かあのハイライトありましたか？開幕戦始まったなっていうことでもうキャッツがむちゃくちゃでしたね、うん、むちゃくちゃ負けてたね。負けちゃったし、うん、まあ、デンジャーフィールドももしかして 2,3 週間ぐらいプレーできないし、うんうん、どうなったでしょう。どうなった助けてください。なんか毎年ね、開幕戦の若いプレイヤーが出てたり、はい、あの知ってるプレイヤーもなんか、ね、か体が大きくなってきて帰ってきたなとか、ね、はい、新しい発見があって、まあ、あの AFL の Amazon を見てたんで、うん、はい、スチュアート・デューとか、そうですね、で出てた人にちょっと注目しちゃうし、スチュアート・デューも一回り大きくなって帰ってきたなとかもうどっかりベンチにえって誰よりも大きくなってたんじゃないかなと。そうですね、成長した年でした、うん、座ってますよね、はいはい。早速ちょっと結果を振り返ってみますか。結果出ますかね、ここに、うん、出ますでしょうか。全画面で出るのかな、これは。はい、はい、出ました。これ最初の開幕戦はリッチモンド、あのこの点差よりも結構近い試合だったような気がするんだよね。本当に近かったです。はい、本当に多分最後の10分ぐらいで、うん、まあ、リッチモンドらしいプレーをしてたので、うんうん、すごいカールトン頑張って今シーズンいいんじゃないかなと思います、はい。で下行ってもらって、これがキャッツのところまで行きますか。行っちゃいますか、はい、行っちゃいましょう、はい。キャッツがクローズに、これワンマンチームと言ってたクローズに負けてしまってこれエッセンドもね悔しかったんだよね。前半終わるまではすごい良かったんだけど、40点差でしたっけ、うん、もうまさか負けるとは思わなかった。で最後の最後もう1点差で負けてしまって、これちょっと随分悔しかったです、はい。そして次もこれは番狂わせだよね。そうですね、うん、シドニー若いプレイヤーが多かったので、うん、もしかすると勝ちたいという気持ちが、うん、最後のゴールラインまで行ったんじゃないですかね。いやまさかと思ったんだけど、うん、ライオンズ負けてしまいました、はい。そして日曜日が3試合、はい、ポーター・デレードは去年と同じように、まあ、調子よくスタートして、いやポートいいですね、うん、またこれ、ファイナルに確実に行くと思います、うんうん、ね、行きそうだね今年も、はい。でこの下最終節がイーグルスとサンズ、これも点差よりもサンズがすごい良かったので良かったです、はい、うん。なんか第4クォーターに一気にちょっと離れちゃったんですけど、それまではすごく、はい、サンズも今年もしかしてね、ファイナル行けるんじゃないかなと期待できそうな感じです、はい。ということで AFL も早速ピックアップシーンを見ていきたいと思います、はい。さあ早速こちらビューティーから見ていきますか。そうですね、はい。これまあ、ビューティーはそうですね、ウェスタンブルドッグスがフライデーナイトにプレーすることもビューティーですね、まあ、この理由はコリンウッド対ブルドッグス、もちろんビッグストトレード、うん、アダム・トローが打ったブルドッグスにコリンウッドから移ったのでこういう試合になったんですけども、うん、さっき言ったアダム・トローのビューティーを紹介したいと思います。これですよ ね、見られないですね、この白黒じゃないので、ね、はい、変な感じがしたけど、変な感じ、試合やっていくうちに慣れてきました。そうですね、試合前もインディーテレビがたくさん受けていて、もう、ね、パイズフォーライフって言ってたんですけども、うん、まあ、こういう事件ですね、まあ、事件と言っていいんですかね、うん、事件と言っていいよね、はい。まあ、やっててですごくナーバスで、ちょっとナーバスプレイヤーって言ってたんですけど、うん、この試合18ディスポーザル、はい、しかもこのビューティーポイントがこのファーストタッチがゴールアシストなので、うん、ちょっとこのビデオを見ていきたいと。トロを見るためにね、そうですね、これはトロのトロです、トロ、はい。でここもね、いいことで、ね、すぐにキックするんじゃなくてプレイヤーを離すためにちょっと時間を取ってドアフリーですね。しかもこれがファーストタッチのファーストアシスト、うん、もう一気にストレスが抜けますよね。あ、うん、もうこれでホッとしたしね、はい、うん。でまあ、ナイスチェイスでこうちょっとプレーを見ながらね、しかもこれ、うん、ファーストゲームなので多分ティーマークがまだ取れてないと思うんですけども、さすがドンピシャ、さすがね、うん、本当にこれはトローらしい、はい、ミッドフィルダーのね、はい、いい働きをしました。これ以外も本当に活躍、ボールいっぱい回ってたので、はい、ただ若干ブルドッグスのこの速いボール回しには、はい、体が慣れてなかったかもしれない。今までコリンウッドずっといたので、はい、そう、ものすごいブルドッグスって早くボールを回すクラブだから、そうですよね、はい、ヤングプレーヤーし、うん、はい、少しずつそれはでも慣れてくるかな、多分そうですね、うん。でやっぱそのドンピシャキックっていうのも最初ラウンド1なんでね、うん、結構フリーメンタルもいろんなプレイヤーもいろんなところにスプレーしてたので、うん、やっぱこれ最初のキックとしては、
まあ、素晴らしいキックだと思ったのでビューティーにしました。ビューティーです。今後もね活躍が期待できそうです。僕もこのトローはあのピーター・ウィルソンですブラウンローですよねピーター・ウィルソンはねエイブルジャパンブラウンローを取ると予想しているので、はい、続いてこちらがアグリーですね、はい、アグリー・ダナハー。これもあのコールマンメダル得点を取ってくれると期待してたのに、はい、まあ、こういう、ね、プレーをしちゃいかんぞと、ブリスベンですね、はい、ライオンズが負けてしまった試合なんです。この125対94で、はい、スワンズがまさか勝つと思ってなかったん で、ま、でダナハはエッセンドン出身で2017年にはクラブベストもマークオブザイヤーも全部取ってるオールオーストラリアにも選ばれてたプレイヤーなんですが、ブリスベンに移ってちょっと不調だったので、はい、ゴール数が減ってきてしまったのでエッセンドン出てブリスベンに。でもこのプレー途中まではいいんですけど、ここですね、はい、はい、ここですね。これナイスキックですね。ナイスキックで、おお、このマークした後にエルボーしてしまってファール、うん、これもう一回 見ますか。ちょっとこれこれ相手チームにフリーキックになってさらにレポートプレー、そうですね、レポートを取られてしまったのでレポートでは番号を見せて、おちょっと待って番号を見せたくないからね、番号を見せて時間を記録されてレポートプレーっていうチェックを受けるので、これレポートプレーになるともしかしたら試合出場停止とか、そうですね、でそうなるとゴール数減っちゃうので、この試合 2ゴール入れてるからまだ良かったものの、まあ、こういうことやってちゃね試合に出れなくなるぞと。これアグリーでおいやってないよとでレポート取るか、えで見せないとところでみたいなねまあこれアグリに選びました。はい、そして続いてがこれがちょっとファニーですね。ファニーですね、ファニー、ザ・フリマントルドッカーズとメルボルンデーモンズの試合で、これはねドッカーズとかメルボルンとか、うん、もうどうでもいいんですこれファニーなので今回はゴールアンパイアのファニー、もうついにゴールアンパイアが主役で、このゴールアンパイアの方はウォジックさん。ウォジックさん、はい、はい、実はあの AFL のゴールアンパイアの、あ、 AFL のアンパイアのアソシエーションの役員3年間勤めたと、はい、今バイスプレジデントなんですね。すごいですね、すごい人で、この人は一番ファイナルで今あの36試合も試合出場しているで、はい、歴代3位のゴールアンパイアとして、ゴールアンパイアのしてで、ゴールアンパイアは日中は普通の仕事をしてますので、ビクトリア州の警察なんですよ。お、はい、なので何かあったら捕まえるぞファイフということで見てくださいこのドッカーズのファイフがこのゴールアンパイアですよ。ここですね、ウォジックさんを後ろから押す、はい、これインザバック完全にボンボンこれねゴールアンパイアにもこのファールを適用するべきだっていう、この試合でもちょっとなんか笑ってるかなボールを見てるゴールアンパイアに後ろからこれアタックしてるんで、これはちょっとかわいそうじゃない。これインザバックがブローキングどっちかですね、ブローキングかインザバックかだよねこれ見てる見てる、はいはい、押されるでも見てゴールプロフェッショナルプロフェッショナルね、はい、常にボールから目を離さずに押されても文句も言わないもんね、はい、これ選手だったらフィールドアンパイアに文句言ってるところ、はいゴールちゃんとね見てますからということでウォジックさん、はい、警察官のウォジックさんにちょっとフォーカスしてみました最後はそうですね、ホットですね、次はホットですね。これはあのこの間さっき話したあのオープニングなんですけども、はい、リッチモンド対カールトン、うん、あのスコアでもこういうふうに勝ってるんですけども、うん、最初の3クォーターハーフタイムでは分からなかった、うん、しかもこのファーストゴールがカールトンが決めたゴールです、まあ、結構コンチューバーショーであのクラウドも入ってるし、うん、文句を言いながらクラウドが、ね、インボーブするプレーだったんですけども、これ開幕戦だったからね相当お客さん も盛り上がってたね、盛り上がって、しかもリッチモンドのまあファンとしたら結構こう、うん、ノイジーなプレイヤーなんですけども、うん、これあのカルトンからのフリーキックから始まって、しかもそのローキック新しいルールをうまく作ってプレイオンでカーノーに行って、うん、で最後このここにいるカズボルトのワンオンワンコンテストで決めたシーンです、うん、なのでビデオ見てください、見ましょう。そうですね、ここでフリーキックですね。でこれ新しいルールなので、ここスタンドルールなのでショートキックかロングキック選べるんですね、うん、そうなっていくとここのスペースがあって
リーバイ・カズボと体がでかい、背が高いので、ここで1対1で余裕と。なるほど、はい、これホットのシーンなので1回見ただけじゃちょっと分かりづらいかもしれないんだもんね。はい、そうですね。何回か見てもらって、いいキックですね。ここでスタンド、ショートに結構ですね、ここ、うん、ここのスペースを埋めて、埋めるとここが湧くので、ヨシが言ってたのはこのフルフォワード、体格差のある、うん、体格のあるフルフォワードは今回はコールマンメダル取るんじゃないかって言ってたのが1点だよね、ここのコンテスト、はいはい、1対1にすることによって、まあ、去年話したそのトム・ホーキンズ・アイランドじゃないですけど、うん、こういう場所を作れるのは新しいルールだと、うん、そうだね、はい、レスリングでこういう風に勝てるフルフォワード、そうですね。なのでしかもゴールスクエアでも見せれない、うん、ミスできない、うん、そしてもう1点がインサイド50に入れる、はい、この辺りかな、リッチモンドが埋めたいエリア、はい、ここですよね、うん、はい、ここにリッチモンドのディフェンダーはこういうふうに集まってるんですけどね、うん、まあ、ショートキックできるので新しいルールで、うん、でそうなっていくとそのフルフォワードの部分がゴールスクエアが開くので、うんうん、リッチモンドは十分危ないエリアを埋めたと思ってるんだけど、まあ、結局は1対1でね、はい、ここやられてしまうと、まあ、これ新しいルールもあってこういうシーンがヨシは増えるんじゃないかというと予想したらこのラウンド1だったので、まあ、自分ではハッピーですね。そうだね、その通りになった、はい、これをまあキャッツでできればいいんですけども確かにそうですね、はい、はい、ということで続いてラダーを見ていきますか、はい、開幕戦終わった後のラダーこちらになっています。1位はもうこの辺りも関係ないと思うんですけど、ポーター・デレド、うん、かなり調子よく 180% なので2倍近く取って、はい、でウエストコースト、メルボルン、シドニーね、うん、去年がちょっと調子悪かったから今年なんか頑張ってほしいなと、はい、しかもラウンド2ね、バリー・フランクが帰ってくるんじゃないかって話もあるので、フルフォワードのね、はい、帰ってくると、でブルドックスが来て、クローズが来て、セントキルダ、はい、でエーペルの場合は8位までがファイナルに出るので、はい、このピンクライン目標にみんなが戦っていくと、はい、でホーソン、エッセンドン、ジャイアンツ、ヨシ、コリンとカールトンと下がっていくと、はい、まあ開幕戦だからね、はい、この辺はもういくらでも変わると思うので、とにかく8位のところ目指して頑張るぞと、はい、で、はい、ラウンド2対戦を見ていきますか、はい、今週末も木曜日またまた、はい、カールトンになりそうですね。そうですね、うん、これはまあ昔のライバルでコリンウッド戦って、うんうん、いい試合となると思います、はい、そしてキャッツがライオンズ、これライオンズどうかな、これは両方初戦は負けてるんだけど、ライオンズ去年すごい強いイメージがあるので、はい、キャッツも去年強くて、はい、うん、そうですね、大丈夫これ勝てるの、去年はあのこれ GMHBA でジュロング負けてます、うん、あ、その代わりガバで勝ってるので、お互いアウェーで勝ってい て、まあね、アドレートにいた時は暑いとか飛ばないといけないっていう理由があったんですけど、うん、言い訳なしのゲームなのでホームだもんね、はい、うん、勝ちます、これは勝つこれは勝つと、で下の方土曜日が4試合ですね、まあ、はい、エッセンドン、これ強豪のポートアデレードと当たっちゃうから、しかもアドレードオールで ね、 そうだね、うん、アウェーだし難しいかもしれないけどちょっと頑張ってほしいなと、はい、そして日曜日が3試合になります、はい、日曜日どう？注目試合あるかな？日曜は、まあ、もしかしてそのマーブルスタジアムのブルドッグス対ウェストイーグルス、うん、ウェストコースト、うん、ウェストコースト調子がいいんですけど、うん、こうまたメルボルンに来た時に、ね、またこのアウェイになった時にどういうプレーするかを見たいですね。いつもイーグルスはホームでは強いんだけどアウェイがね、はい、少しやっぱり不利になってるということで、まあこういう感じでしょうかね、はい、はい、ということで本日は AFL の開幕ラウンドをお伝えしまして、ピックアップ動画も4本かな、はい、はい、ご紹介しました。今シーズンも見応えあるシーズンとなりそうです、うん、昨年2位のキャッツ初戦落とすもラウンド2は意気込み勝ちます。それではまた来週お会いしましょうさよなら。